ネルバネルバはエストニアの画家。エストニア南部のポルバ県生まれたネルバは作曲家となる教育を受け、1996年にはハーモニーと呼ばれる CD アルバムをリリースした。1998年画家に転身。当初はアクリル画の手法を用いて独特の画風を発展させ、2002年にはワイドスクリーンデジタルボードと描画のための特別な アートペンを用い始め2005年に彼は特殊なアートプリンタを使用してキャンバスにプリントする熟練グラフィックスの作成を開始した2002年以来ヨーロッパの様々な場所で古典を開いているネルバの描く絵は美しい色使いが特徴であるこれにユーモアやシュールさ社会批判が加わって独特の世界を生み出している作品には数々のファンタジー動物が よく登場するのも特徴の一つである。ネルバ自身は絵を通して前向きな気持ちが伝わるよう心がけ、大自然に見られる色の調和や構図にインスピレーションを得ており、創造者のおかげだとも述べています。ネルバは必ず作品を一枚手元に保管している。100以上のアクリル画や250以上のグラフィックシリーズを制作した。また、センスオブザさんと カンスティグーという2冊の絵本を刊行し、アートカレンダーやポストカードも制作している。時には他のアーティストとコラボすることもあり、ネルバのファンタジー動物のいくつかは銅像が制作された。2015年の古典に関する報道、アーティスト、ネルバ公式サイト、2016年4月8日閲覧、ありがとうございます。